はい、紫藤道場 YouTube チャンネル、新年明けましておめでとうございます。昨年からね YouTube スタートして、皆さんの上達に役立つヒントとかね、ハウトゥー、またサーフィンカルチャーに関わる、トーク、ゲストを呼んでのトークなんかもやってきたわけですけど、昨年はね皆さん、どうだったでしょうか。サーフィン上手くなったかな、大丈夫かな。一人でも多くの人がねサーフィン上手くなって楽しめるようにね、配信してるわけですけど、まあ何度も言ってるけどね、基礎から一個ずつ積み上げていくことがすごい重要ね。去年もやりましたよね、テイクオフからもうずっとターンまでやったんですけど、もう一個一個ね積み上げていく。でマスターするまでねちょっとこだわって練習した方がいいかな、やっぱり。でいろんな波のシチュエーションで試すようにしてください。それを基礎から一個ずつ積み上げていけば、また新しいステップで、また新しいステップでねステップアップしていくと思うんで、本当にね基礎からしっかり学んだ方が最短上達できると思います。今年もね、まあハウトゥーもやります。でまたすごい風だね、これ大丈夫なのかな。今日ねなんかねこの年明けの爆風の中ね撮影してるんで、すんごいんだよね。まあまあ今年も、しっかりね、学んで楽しくサーフィンしていきましょう。で今日のテーマなんですけど、テイクオフ失敗する原因3つということでね。で去年のねあの配信した動画でもねテイクオフしっかりやりましたよね。あの立ち方だったり目線だったりねの中で、まあ、うまくできた人もいると思うし、なかなかうまくできないなって人も多いと思うんで、ちょっとねテイクオフに絞って失敗する原因3つお伝えしていきます。じゃあまずテイクオフ失敗する原因の一つ目、パドリングスピードが足りない。やっぱりね波のスピードってかなり速いですよ。でしっかりパドリングでスピードつけれてない人が多い気がする、見てると。で波のスピードってまあ小波は少し遅めで、サイズが上がってくるほどね波が岸に向かって到達するスピードって速くなってきます。だからサイズが大きい、サイズがアップするほど、しっかり漕いでスピードアップしなきゃいけないね。でパドルのスピードなんですけど、まずねそもそもねパドリングのフォームが悪いとか、このストロークでしっかり手で水をキャッチできてない、まあまあ効果的に漕げてないってことですよね。であとは早く漕ぎましょうって言うんだけど、ただねピッチをこう早く上げて雑に漕ごうとしてる人がいるね。じゃなくてしっかりストロークして、この手のひらで水をキャッチしてスピードを上げていくってことが重要です。でテイクオフする前の波をつかむパドリングに関してはもう 120% ぐらいの感覚でいいかな。あのしっかり漕いでスピードをつけていきましょう。スピードがねつけばつくほど、テイクオフ楽になってきます。でスピードが足りない場合どうなるかっていうと、波に追い越されちゃうね。波の方が先行って自分が追い越されちゃうってパターン。だからこのパドリングがしっかりできない人は、以前配信したパドリングの動画を見直して、フォームだったりね、手の使い方、漕ぎ方なんかを再確認してみてください。
2つ目はテイクオフの立つタイミングです。これね、テイクオフ立つタイミング、以前の動画でもお伝えしたんですけど、自分がパドリングでスピードつけます。で、波来ます。で、波のスピードとシンクロしてちょっと浮遊感が出るとか、ボードがちょっと前に滑り出す瞬間が立つタイミングで、これで、まあ、焦ってね、早く立っちゃう人も多いんですよね。波が到達したと思ったらもうすぐ立つモーション入ってしまう。で、これだとね、波のトップに置いていかれちゃう。立った瞬間ね、下れないってことになっちゃいます。で、あとね、もう一つはね、立つタイミングが遅い。波とシンクロして浮遊感が出た、ボードが前に滑り出した瞬間を見逃して、そのままボトムまで腹ばいのまま落ちていっちゃうってパターンね。で、立った時にはもうすでにボトム、波の下の方で立ってるってパターン、これはテイクオフが遅すぎる。理想は波とシンクロしてスピードが、で、波のトップで立てて、で、立ってこの波の斜面を下れるのが理想です。だから、立つタイミングね、焦らないことだよね。で、多くの人がね、焦ってパーリング、ノーズが刺さるってことを嫌がって早く立とう早く立とうと しちゃうんですけど、波とシンクロして浮遊感が出る、ボードがちょっと下り出す瞬間までしっかりパドルは続けましょう。これね、見ててできてない人はすごい多いです。立つタイミングね、これを気をつけてみましょう。はい、そして3つ目、これはですね、テイクオフの正しい動作ができてない。だ、そもそもテイクオフの正しい動作が体にインストールされてない。で、とにかくテイクオフのシチュエーションってね、テンパります。恐怖心もあるし、焦りもあるし、普通の状態じゃないよね。気をつけてても忘れちゃう状態、もう非常にテンパる状態ですね。だ、ここメンタルの要素がね、すごく多いんです。実は冷静に落ち着いて、陸でトレーニングした正しい動作をそのままやればいいんだけど、やっぱどうしても焦っちゃったりね、慌てて、いつもと違う動作をしてしまう。立ち方の足の順番とかね、慌ててね、ジャンプしてスタンスバラバラとか多いです、非常に。だからね、これはね、陸トレ不足かな。陸での正しい動作インストール、これを徹底的にやってください。で、無意識でも正しい動作ができるレベルまで持っていくと、実際海の中でテイクオフする際、非常に楽になります。あと落ち着いてできるようになりますね。とにかく落ち着いて焦らず、で、陸と同じ動作をやるだけだから、陸での陸トレがね、すごい重要になってくるんで、ここしっかりインストールしておきましょう。以上かな、この3つ。多分ね、どっか当てはまると思うんだよね。これ3つダメな人もいるんだけど、どっかができないのね、うまくテイクオフできません、これね。しっかり練習してみてください。ということで、今年もね、皆さんよろしくお願いします。コメント等々もね、たくさん来てくれるんで読んでますよ。嬉しいです、ありがとうございます。で、今回の動画がいいなと思った方はグッドボタンください。で、あとコメントなんかもね、入れといてください。で、あとチャンネル登録お済みでない方は、ぜひチャンネル登録ボタンポチッとお願いします。今年もね、まだコロナが収まってなくてね、バタバタしてる時期ですけど、さらに、楽しいサーフィンライフを送っていきましょうね。今回は以上では、寒いけど行ってらっしゃい。紫藤茂明が執筆した初めてのサーフィン
角川から出版してます、こちらもねサーフィンの基礎になる部分を詳しく解説してます、復習兼ねてぜひチェックしてみてください。紫藤道場ではリアルのレッスンも行ってます、完全パーソナルレッスン、紫藤茂明があなたと1対1で指導する完全パーソナルレッスンです。初めての方や初心者、10年5年やってて伸び悩んでる中級者のあなた、またねオルタナボード、フィッシュ系とかミッドレングス乗りこなしたい、あとロングボードもやってみたい方、幅広く指導しています。今伸び悩んでるあなた、ぜひお待ちしています。